下蘇我駅は神奈川県小田原市、蘇我県にある東海旅客鉄道日本貨物鉄道御殿場線の駅である。駅番号は CB01。御殿場線の第一種鉄道事業者である JR 東海と同線の第二種鉄道事業者である JR 貨物が共同で使用する駅である。ただし、JR 東海が運行する旅客列車の発着はあるが、 JR 貨物が運営する貨物列車の発着はない。1922年の駅の開設時より、日本国有鉄道やその前身組織など一つの事業者により運営されてきたが、1987年の国鉄分割民営化に際して、駅の旅客営業を JR 東海が貨物営業を JR 貨物がそれぞれ継承したため、2社が共有する現在の形態になった。 駅は小田原市の加速地区にある。駅開業時は駅名と同名の加速村があったが1954年に小田原市に合併した。また JR 東海管轄の在来線の駅では最東端の駅となっており JR 東海のみが管轄する在来線停車駅では唯一の関東地方の市に属する駅となっている。小田原市内には 同じ JR 東海の駅として小田原駅があるが、同じ市内にありながら JR 東海としては相互に飛び地のような位置関係にある。高津駅は東京近郊区間に含まれるため、高津駅と東京近郊区間発着の乗車券は 100km 以上の区間でも途中下車できないが、近郊区間外である東駅を発着する乗車券を購入すれば途中下車が可能となる。 東京駅からの営業キロでは一番近い、近郊区間外の駅となる。五殿馬線の途中駅の中で、丹那トンネル開通以前に、東海道本線の駅として開業した7駅の一つである。関東大震災による下蘇我駅ホームの地下道の、被害構図駅方面から、駅構内を望む。写真左側が、太平洋セメント専用線、島式ホーム一面二線を持つ、地上駅。 ホームの北側は、上り列車が使用する1番線、南側は、下り列車が使用する2番線である。1番線、2番線ともに上下両方の信号機が設置されており、五天場方面発で当駅で折り返す列車の設定も可能である。そのため、五天場線で運用される313系と211系にはしも、蘇我校の方向幕が用意されているが、定期列車では、 そのような列車は設定されていない。ホームは、御殿場線内としては長めであるが、屋根が設置されているのは、地下通路付近の2両分のみである。基本的に、列車の構図より2両が、屋根のある場所に停車する。この屋根のある部分とその上をいよりに位置する、屋根のない部分3両分の合計5両編成分に、ホーム傘上げなどのバリアフリー工事が施されている。一番線北側に、 木造で、蔵造り風の駅舎が置かれている。これは、太平洋戦争中に空襲で被弾したこともあるが、修理、回収されて使用されている。駅舎とホーム間の移動用に、一番線の下を通る地下通路が設けられている。JR 全線切符売り場が設置されている。自動券売機、簡易とか改札機が設置されている。なお、とかは、御殿場線の御殿場。 沼津方面もしくは、高津駅で下車する場合にのみ利用可能であり、高津駅から東海道本線に乗車する場合は利用できない。当駅は JR 東海の駅員配置駅の一つである。かつては駅長が配置され、夜間も常駐していたが、現在は配置されていないため、管理駅である松田駅が当駅を管理している。また、早朝、夜間は無人駅となる。 現在、JR 貨物の駅は、臨時の車扱い貨物のみを取り扱っており、定期貨物列車の発着はない。かつては、太平洋セメント、小田原サービスステーションや、住友大阪セメントした蘇我サービスステーションの、セメント二役設備へ続く専用線が、駅から分岐しており、当駅に、セメントが到着していた。末期は、太平洋セメント専用線のみ使用され、 武州原屋駅発送のセメントが到着していたが、1998年に、セメント輸送は廃止された。また、1960年代までは、駅西にある佐古川へ向かう砂利採取線が分岐していた。3km 余りのこの砂利採取線は、譲原砂利株式会社が使用し、廃線跡の大部分は道路に転用されている。近年の1日平均乗車人員推移は、 下表の通り、注釈出典、ありがとうございます。